今、地球温暖化は人類が直面する共通の課題になっています。エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を削減するため、2015年、200カ国ほどがパリ協定に署名し、環境に優しく、費用対効果の高い解決策を模索することに合意しました。2017年、コロラド大学ボルダー校の楊英樹教授と李行波教授の研究チームは、放射冷却メタマテリアル技術を世界トップの科学誌サイエンスで発表し、世界中から注目を集めました。ご存知の通り、電磁波は波長の短いものからガンマ線、X 線、紫外線などに分けられます。通常、熱は電磁波として高いところから低いところへ伝わります。宇宙はマイナス270度なので、地球上の熱は宇宙に出ていくことになりますが、地表からの熱の大部分は地球の大気によって吸収、反射、乱射され、実際に宇宙空間に放出されるのはごく限られた波長域だけになります。この波長域が大気の窓です。放射冷却メタマテリアルラディクールは、マイクロナノ構造とサイズ調整によって物体からの熱放射を大気の窓の一部である8から13マイクロメートル波長の赤外線に集約して宇宙空間へ放出させることで、エネルギーを使わずに物体の表面温度を下げることができます。このメタマテリアルの片面にアルミニウムなど銀色の薄膜をコーティングすれば、太陽光をおよそ 90% 以上反射するので冷却効果を高めることができます。ラディクール製品の放射冷却効果を見てみましょう。まずは反射フィルムについて。太陽光発電のキュービクルに貼り付けたところ、表面温度におよそ30度の差がありました。小屋の空調消費電力を比較してみました。これもおよそ 50% の省電力効果があることが証明されました。これらを受けて空港施設にも採用されることとなりました。2019年6月に日本でのお披露目として会社設立パーティーを行い、松本さんは私より一回り下なんです。やはり太陽光のキュービクルが何も張ってないところが58度、張ったところが28度、30度も違うんですね。必ず大きく発展するんじゃないか。